今日は皆さんからたくさんリクエストをいただいていたカラオケ企画です。はい、ママと2人で来てるんですけど、なんとですね、ありがたいことに私がリリースしたあの2曲歌えるということで、今日は1時間で最高得点は何点なのかっていうのをやっていきたいと思います。でも正直95欲しいけど、はい、ダムでしょ、はい、なかなか出たことないよ。ないです、ね、そんなめちゃくちゃうまいわけじゃないから、はい、でもまあ自分の曲だし、 そうですね、まあ、それぐらいを出したいなと思ってます。このタイミングで何で来たかというと、はい、なんと繋いだ手の本映像が公開されました。やばすぎ。今流してみたら、うん、あったあったそう、本人映像も画面は映していいという許可をいただいてるので、はい、それと採点の画面は映させていただきます、はい、はい、許可をいただいて撮影しております。はい、自分の曲1時間で最高得点何点取れるのでしょうをやっていきたいと思います。それではさあやっていきましょう。はい、さて始まりました。始まりましたよ。じゃあ1曲目は繋いの手でいきましょう。はい、本人映像で。じゃあ私立ちますね。さっきちょっと1曲喉鳴らしで、あの安室ちゃんのヒーローを歌ったんですけど、はい、初めて歌ったけど90超えた。で I'll be your hero。 南で繋いだ手です。1回目、イエーイイエーイ、まあ、思ってたより
は言ったかも。うん、確かに。油を摂取するために。おつまみキャベツを頼みました。どういう効果があるんだろう。潤わす。潤わす。マジで乾いてると出ない。うまい。うん、はい。潤わして頑張ります。二つの心は本人像が出てないので、はい、私の顔だけ。顔だけで。ぜひご覧ください。はい。絶対にやばいと思う。89。これ放送事故、放送事故。え？本人ですからね。あれ？あれ？はい、ということで次どんどん行きましょう。あれ？じゃあリベンジします。はい、東京リベンジャーズ。90行こう、絶対。二人はいつから始まった？二つの心が交わったさ。わかった、歌詞間違えたかもしれません。関係ないから。ずっとずっと愛してないの。ずっとずっと愛してないの。加点がないんだ。そうだ、これ恋愛判定で、そこが加点されるからか。なるほど。出せないもんこれ。でも一緒に出よう、背を向けた目も背の高い食べ物じゃん。
けてる。お手あれ。でも一緒に手を背を向けたねよ。背のでかいだめもこれから一つになる。一時間だけはダメだった。二つの心が無理だったから。ダメな気がしてきましたね。いやだ、もうテスト見たくない。曲を2曲歌ったことないから、だいぶ頑張りました。ということで目標達成しました。はい。とは言っても95点100点まであって、5点あるわけですよ。でもさ、これでさ100点出す人やばくない？やばい、マジすごいと思って、ね、本当に尊敬します。はい。ちょっと期待に応えられなかったかもしれないですが、これがリアルです。これがリアルですので、はい、乾杯乾杯。お水で乾杯。ダムさんで、つないだ手は本人映像が入れていただけたので、ぜひ皆さん歌ってみてください。はい。ちょっと悔しいな、あの2つの心が、まあ、加点の加点になる歌じゃないかな。テクニックっていうのが、まあ、なかったから、あそこで出すのがプロですよね。まあまあ、まだデビューして、まあ、半年しか経ってないから、ごめんなさい。甘めに、はい、甘めに打ち込み、はい、はい、みんな TikTok で叩かないで。せーの、最後に言ってありがとうございます。